はい、どうも小魚です。今回の動画はにゃんこ大戦争ということで、ついに来ましたね、超ボケ猫祭。今1月3日の夜に撮らせてもらってるんですけど、まあなんとかこう超ボケ猫祭引きたいということで、レジェンドステージとか回って猫缶750個集めてきたんで、10連引いていこうかなと思ってます。でもその前に、レアチケですね、レアチケ4回分引いてっていう感じでやっていこうと思います。で、狙いは限定キャラと、まあ、新キャラですねを狙っていこうかなと思ってます。今、まあ、画面出てると思うんですけど、踊り子イズ新キャラですね。新キャラ踊り子イズに加えっていうのがあるんで、その踊り子イズと他の限定キャラ狙っていこうかなと思います。ということで、早速レアガチャ、まあチケットから引いていきますか。まず1回目引いていきましょう。いいのが来たらしいんですよね。竹馬猫、うん、まあ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 。じゃあ2回目いきましょう。舞踏家ね。じゃあ3回目ですか。ラストも11連あるんで、まあ、合計15回ですね、ガチャ引くのは。15回分のガチャを引いていきます。さあ、猫シャーマンはまあいいかな、結構嬉しいキャラですね。ということで、レアガチャチケットはラストですね。ラスト1回。いやー、待ってくれ、衝撃一体も来ないわ、きついぞこれ。爆死はやばい。ということで、最後750個ですね。初回限定11回連続ガチャ750個。いやー、ここで超激レアを引きたい。頼む。いきます、来い、お願いします。ブリキ猫、マタドール猫でしたっけ、猫マタドールか。まだちょっと覚えきれてないな。猫車輪、猫すよ。いやー、これ来ないか、衝撃レア。あ、でもまあまあまあ、これはまだ持ってなかったんでね、いいでしょう。さあ、猫サーファーで、いや、待ってくれ、これ来ない、来ないか、来ない、さすがに10連じゃ来ないか。まあ、新キャラそこそこ、まあ未所持のキャラはね、そこそこ来てるんですけど、うおお、いや、めちゃくちゃ超イケレアの感じしてるけどに、七福神か。え、これ超激レア、見えないですけど、猫ベビー。まあでも超激レアなんでね、超激レア全然持ってないんで、これは嬉しいっすね。さあ、ということで、うん、まあ超激レア1体引けたけど、どうなんだろうな。ちょっと見ていきますか。猫ベビーはいた、これですね。一人では何もできない赤ちゃんにゃん、可愛いけどな、猫ベビー。いじめると怖いお父さんが必要。なるほど、浮いてる敵とエイリアンってことは未来編とかって感じですかね。なるほど、まあ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 、超激レア
一体ね来てくれたんで、よしとしましょう。まあ限定弾けなかったのはあれですけど、まあ未所持キャラもね弾けたりしたんで、収穫ですねこれは。ということで、まあ、今回はここまでということで、次回からねまた日本編の第2章とかレジェンドステージですねをやっていく様子を動画にしていけたらなというふうに思ってます。まあ、また引きたいガチャがね来たら引いていくんで、ぜひそちらも見ていただければと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。